いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。あいにくの天気です。雨降りそうなんですよね。でもね、ローリー青野、バイク好きとしては一人でツーリングに行っちゃいます。ピクニックに行こうと思います。皆さんね、今回はね、ただのピクニックじゃございません。気づきました？これ新餃子型リュックでございます。このね、新餃子型リュックって2年前にね、クラウドファンディングで餃子型リュックっていうのやったんですよ。そしたらね、すごい好評で、それから2年日常使い、バイクで使っていろいろね、まあ問題点課題点っていうのを解決して再開発した新餃子型リュックでございます。今回はね、これのね、開発風景も含めて皆さんにお届けしようと思います。現在ね、朝のね、6時過ぎでございます。めちゃめちゃね、天気悪い、本当に雨降りそうなんですけど、こんな中ね、ローリー青のね、ピクニックに行こうと思います。どこに行くんだってことですよね、ピクニック。あのね、筑波山あるでしょ。筑波山のね、向こう側ね、どっち側、北側、キノコ山っていうのが、ね、あります。キノコ山、そのね、キノコ山にね、ピクニックに行こうかなと思ってます。でね、そこでね、キノコ山までの道、林道なんですよ。その林道をね、このね、FTR のね、性能をね、確かめつつ、このね、新餃子型リュック、新餃子型リュックね、もうね、朝早くでね、カミカミなんですけど、このね、新餃子型リュックの付け心地、使い心地、4キロぐらいだったかな、の、荷物が入ってるんで、4キロ、3キロ、いくつだったっけな。まあいいや、とにかくね、パンパンなんですよ、今、パンパン、このリュック。で、実際ね、肩に負担がどうなのか、バイクに乗った時どうなの、どうだったのかみたいなね、そこら辺のね、レビューもね、していきたいと思います。はい、皆さん、これこのリュックなんだかわかりますよね。餃子型リュックでございます。ローリー青野がね、いつもね、FTR 乗ってる時に背負ってるリュックでございます。山本用品木村さんでございます。よろしくお願いします。お世話になります。いや、お世話になります。お世話になります。いつもありがとうございます。いや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 、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。 YouTube 慣れしてるね。とんでもない、とんでもない。イケメンですよ、イケメン。ありがとうございます。このね、餃子型リュックね、はい、一緒に開発した、はい、これを2年間使ってて、まあちょっとね、気になるところがね、いっぱい出てきて、物はすごくいいんですよ。超人気なんで、はい、これをちょっとね、バイクに特化して、なおかつ、まあ、街でも使えるように、なるほどなるほど、よりいいものにしていこうかなっていうので今日お呼びしましたので、ちょっとね、こういう改善してほしいっていうのもちょっと聞いてください。わ、はい、かりました。それじゃあ木村さん、はい、ローリー青野がね、気になる点を言ってきます、はい、2年間使ってこれね、ガチで使ってるから、ありがとうございます。ありがとうございますね。本当にもう、いやいや、これね、まあ、餃子型可愛いんですよ、はい、でね、こうさ、床にドンって置く時あるじゃないですか。でかいから、はいはい、こうね、倒れるんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、倒れると。あとこれ多分ね、関東の人は分かるんですよね。電車に乗ってね、こうリュック前にするじゃないですか。分かります。はい、ね、こう取るでしょ。で、もの取れ、超取りやすいんですよ。はい、こう靴とか入れるように、なるほど。その時にね、ここにね、ポケットがあったら使いやすいなと。なるほど。はいはい。あとこっち側は、はい、これあとこれね、はい、こうね、餃子早送りなんかあれなんですけど、こっちはね、はい、こう開けれるの、はいはい、でこっちがトップだとしたらね、こっちは、はい、見えます？あ、下から開けるんですよ。あー、なるほど。わかる？これはちょっと、これね、そう、はい、で、これ全開にしてね、やることないんですよ。どっか街中にいる時とか。そうだよね。これぐらいしか開けない時に、はい、これね、逆側にファスナーがあって、こうするのがめちゃめちゃ面倒くさくて、なるほど。あと、これね、こう背負うでしょ。はい、背負った時に、一番気になるのが、はい、背中が柔らかすぎて、はい、これひもキュッてすると、はい、こういう風になるんですよ。あー、なるほど。わかる？はい、あ、曲がっちゃった。そう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 、実際物を入れるともっと下に荷重がかかって、なるほど、もっとにくちゃってなる。あー、でしょ。油営業版的な、いや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 、反応してる。あとこれさ、こう紐ね、ピラピラしてて、バイク乗るでしょ、したらね、このね、ピラピラした紐が、はい、俺ね、キャリアついてるんですよ、はい、あの荷台がね、そこにね、挟まるんですよ。これは良くないですね。これ超危ない。危ない。これマジで危ない、うん、危ない。
で、あと、こうね。やっぱこう、ここが柔らかいから、はい、ね。ここも、はい、厚みはあるけど、はい、まあ、薄いんですよ。で、重いものを入れて、こう背負ったら、はい、こうね、はい、ギュッてくるんですよ。あー、わかる？なるほど、なるほど。こうね、ここに荷物ギュッてなって、肩がギュッてなって、ちょっと締め付けられるような感じですか、ね、ギュッて。はいはい、もう一回やる？お願いします。ギュッ、ギュッて。これでもし、はい、まあ、熱くするとかさ、こんな辺もね、はい、あとさっき言ったみたいな使い勝手をより良くするっていう風になると、はい、これすごい人気だったでしょ、はい、めちゃめちゃ、はい、あのね、さらにね、売れるんじゃない。はい、木村さん、これ、はい、これどうやってね、より良くしていこうかっていうのを、はい、なんか案あります？そうですね、青野さんが言った先ほどの問題点解消したものを作りました。マジでごついね。そうですね、熱っ。はい、そこ、はい、熱っ。ここじゃあちょっと見ていきましょうか。簡単に、はい、お願いします。木村さんがね、はい、まさかまさか自主的にね、新餃子型バッグを、はい、新餃子型バッグを、はい、作ってきてくれたなんてローリー感激でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これね、そこめちゃめちゃ熱いんですよ、はい、これね、立つんじゃないのかなと。そうですね、これ立ってるんですよ。餃子が初めて立ったと。立ちました。しかもこのね、ここも熱いし、この背面、このね、ベルト部分も熱いし、はい、これ背心地一緒。そうですね。え、何これ。はい、ポーチ、はい、つけてみました。めちゃ便利。ありがとうございます。ああ、あ、紐ビロンビロンならない。そうです、先ほどのバタつきも解消です。こちらです。やるやる思ってたけど、やるね。もうそうです、もうすごい投資です。ならないもんね、これ。はい、長いギュンギュン、なんない、これまっすぐ、はい、ギュンギュン、はい、これいいかも。ありがとうございます。しかもバイクだとこうシートに立つでしょ、こういう風にね。そうですね。中側も変えたってこと？変えました。ここも？はい。これ、上からになってる。そうです。ってことは、はい、ここも？そうです。わぁ、小物入れ。付けさせていただきました。熱っ、これ。分厚っ。はい。ありがとうございます。見てますか、ちょっと。何も言ってないのに。これ、あれなんじゃん？ちょ、それで。はい、皆さん、VTR いかがだったでしょうか。結構ね、山本用品のね、木村さん来ていただいて、まあ、いろいろなね、解決策を、盛り込んだわけなんですよ。今ね、それをね、ロリアのね、背負って、広子山に向かっております。これね、背負った感じね、ちょっとね、他部位があるんで、そちらもご覧ください。このね、新餃子型リュックね、わかります？このね、背中に沿ってね、このリュックがね、キュッとこう、わかります？マリオのクッパみたいなやつね。で、なんとね、このね、タンデムシートにリュックがね、ドーンって乗るから、ここね、肩にね、隙間ができて、全然ね、肩に負担が来ないと。っていう設計なので、これでね、今ね、この中にね、約ね、4キロの荷物が入ってます。これでね、ピクニックツーリングしてみようと思いますんで、皆さんお楽しみに。はい、ね、バイクに乗るとね、まあ動いてはないんですけど、まああんな感じですよね。だから今、まあちょっとね、正面なんで見えないですけど、この餃子型リュックね、自立型なので、タンデムシートにね、ちょこんとこう、座ると。で、このね、肩の負担ね、この今ね、乗っててね、このね、ベルト部分ね、隙間が空いてるんですよ。でも、背中にね、餃子型リュックがギューってね、密着してるんで、もう怖い感じはしないですし、かなりのね、重いね、荷物を入れてるんですけど、今んところね、肩に負担はないような状況でございます。いやー、これこの下着ね、ライダー専用下着って言って、今ね、うちのストアーズで売ってますんで、よろしくお願いします。どうやらね、ここがね、キノコ山のね、入り口のようです。結構な、うおー、結構なね、こんな感じっすよ。うわわわ、これ結構ね、雨なんで、道ね、びちょびちょだな。うおー、こりゃすごいわ。怖っ。いや、これ新餃子型リュックのレビュー忘れますよね。こんな感じなんだ。おー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 、すごいなこれ。
もろいね。おー、うわ、これもう落ちたらアウトやん。おもろい。おお、これすごいの、このヘアピン。うわー、いや今ね、こんなね勾配があってね、くね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 してるとこ、走ってたんですけど、この新餃子型リックね、全然ね重さを感じません、肩に。わー、綺麗。これ関東平野かな。はい、これからね、このね新餃子型リュックね、見えないか、これね背負ってね、早朝ピクニック行ってきます。お、めっちゃ滑るこれ。いや、めちゃめちゃ足元悪いっすよこれ。うわー、おーとどどど、やばい。わ、これ関東平野、へえ、こんな感じなんだ。はい、皆さん、キノコ山から見るね関東平野でございます。めちゃめちゃ綺麗ですよね。でね、ここでね早朝ピクニックっていうことで、この新餃子型リュックにねパン入れてるんですけど、ちょっとここでね食べようかなと思ったんですけど、あまりにもね下ね雨上がりでびしょびしょなんで、ちょっとね諦めようかなと思います。まあまあ、でもいいんじゃないのかな。ちゃんとね新餃子型リュックのね性能も分かったし、うん。これどうなんだろうな、この動画おもろいんかな。はい、キノコ山をね後にしました。これね多分ね YouTube やってる人だったら分かると思うんですけど、やっぱりね撮れ高気にしますよね。さすがにね早朝からね新餃子型リュック背負ってピクニックだって来たんですけど、もうびしょびしょでね、何もね面白い映画撮れなかったので、まあね、この10マイルバイクライフはねバイク系の YouTube なので、皆さんね実はピクニックとか新餃子型よりこういうね林道とかの方がね多分ね楽しいんじゃないのかな、絵的にね。なので、ちょっとね帰り道もね撮ってみてます。うまいことを編集してください。もう気持ちいいな林道。いやー、なんかさ SS 欲しいって言ってたんですけど、いやこういうところを SS で来れないんで、やっぱ FTR 必要だなって思いますよね。いやー、ちなみにねこの新餃子型リュック、おそらくね10月11月にはクラウドファンディングやろうと思いますので、ご興味ある方はねぜひねローリアールでね Twitter をねチェックしてください。あの情報リアルタイムでバンバン出してるので、でねクラウドファンディングやったらね、その時はね一人ね3つも4つも5つもね買ってもらえればねすごく嬉しいです。ということでね、このね林道の中でね、エンディングをね撮ろうと思いますので、うわー、すごい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 、面白い面白い。それじゃあ皆さん、少しねちょっとね暗いんですけど、早朝ピクニックツーリング最高だぜー。ということで皆さん、楽しいバイクライフをお過ごしください。それじゃあ来週も見てねー、ローリーアオルでした。気づきました、ローリーアオル着てるこれ、これね、こうじゃない。えお風呂。